さあ、プリントコーナーの問題やりましょう。この字、よく見ますね。全体です。これは知っていますか？これは、そう、全くと読みます。全く同じ。どちらの読み方が音で、どちらが訓かわかりますか？昔からの日本の読み方、全くが訓ですね。じゃあこれをちょっと、音の方へ変えておきましょう。音は全部の全です。さあ、この全を使った文章、交通安全のお守りを買うとありますね。まあ、お守りが出てきたので、ついでにこれのもう一つの読み方も覚えておいてください。こう書いた場合ね、この時には小守りとは言いません。小守というんですね。はい。ですからこういう使い方ができるということですね。じゃあこれいきましょうか。この字はもうみんな知っている文化の化、お化けの化けるですね。ほら、ここにこんな字が出てきました。読み方わかりますね。科学です。そう。科学なんですけれどね、この皆さんが習っていた、今まで知っていた科学はこの科学でしょう。ね。これ縦に書くんですね。横に並べてはいけませんね。この科学。この科学はロケットを作る科学、コンピューターを扱う科学、そういうのも皆科学へ入ります。機械を作ったりするこういう科学ね。科学の力を言うんですが、同じ科学と読むんですが、これはちょっと意味が違う。どういう時に使うかいうと、例えば海から取れる塩、その塩を使って、例えば鉄なんかを溶かす塩酸なんかを作るとかね、それから、石油からナイロンを作ったり、プラスチックを作ったりするね。そういう、なんかこう、今まであったものが全然違ったものにこう変えてしまう、化けてしまうような、そういうのをいろいろ研究する勉強ですね。これを化学、薬なんかを作っていくのもこの化学ですね。石炭からその甘い、砂糖のような甘みのあるものを作る、サッカリンね。そういうのを作るのもこの化学の中に入るんですね。物の性質とか物をすっかり変えてしまう、そういうことをやる勉強の科学ですね。さあ、お化けの話を聞きました。こういうところで科学の科がどちらが音でどちらが訓か分かりますか？科学の科ですね。それから訓の方が化ける。さあ、ちょっといっぺんこれを見てください。わざとちょっと間違った字を書いているんですがね、わかりますか？話を聞きましたの、この聞く字間違っている？これを気がつく子はかなり漢字に力が入ってよく勉強してきた子です。ほら、ここよく見てください。こんな字書いてますよ。こうなってます。ほら、ここ出ている、ここ。この先が。これはね、皆さんの普通に書くこの耳の時、この場合はこれ両方で出ていいんです。聞く時には門の中入って、もしもし藤沢さんですかって片っぽで聞くでしょ。ですから片っぽの耳で聞いているから、ここはね、出てはいけないんですよ。ここは出てはいけない。皆さんわざと書いているのに気がつきましたか？ここは出てはいけない。ここで止めます。そしてこう、門構えの中に入る小さな耳は片耳だけ、片っぽ耳だけで、ここらは出してはいけないね。覚えておいてくださいよ。さあ、今度はこの字です。これはその他、他人の他、よその国のことを他国とも言いますね。外国のことを他国と言います。これは音は他ですが、訓がないんです。昔はこれを他と呼んでいたんですが、今は他いう字はね、外という字を変えて、そしてその他とかいうふうに読ませていますね。これは今他とは読まない、他だけですね。さあ、他人の世話をよくします。書けますか？その他、他国、他人の世話をよくします。さあ、丁寧に書いてみてください。特にこの他のここ、絶対に間違わないようにしてくださいよ。
これはこうでなしにこう置いて、一旦こう植えて、そして上へ跳ね上げています。これをよく気をつけて、このタのところを書いてください。これは実は蛇を表しているんですね。人間と蛇を表している。だから人間のこう別なもの、他のもの、嫌なものというわけで、同じ書くんです。さあ、書いてみてください。それでは、問題を残ったものを最後までやっていってくださいね。